最近調子どう？こんばんは。お母さんに暮らす。3日後プールに行くんですよ。それに向けてちょっと水着邪魔。血が名護で可愛い水着が欲しいなと思ったんですよ。で今回インスタグラムのストーリーの方で募集してみたので視聴者に選んでもらった水着でプールに行きたいと思います。それではちょっとね早速見ていきましょう。これとかどうですか？こちらですね、買おうと思ったんですけども、まずキッズサイズで150センチまでしかなかったこと、あとですねこれなんかオーダーメイドらしくて届くのに30日ぐらいかかるみたいなんですよ。なんでやめました？可愛いの見つけました。入りません。これはどうですか？あ、可愛い。入るがよろしい。こういうのもいいです。おすすめです。おすすめです。めっちゃ似合うか。これとかどうですか？はいはい、切りゃいいんだろう。これとかどうですか？くれたらチャンネル登録します。買おうと思ったんですけど、これもなんかね30日ぐらいかかるみたいで間に合わずに買えませんでした。ガチモンのやつだったらこれとか可愛いと思います。これね6件ぐらい来たんですよ。なんで着てみようと思います。誰だ。早速注文したので着てみることにします。セクシーだぞ。大丈夫か？すごく短い。え、だってこれワカメちゃんですよ。これすごい短いけど大丈夫？これ大丈夫？なんか可愛い気は確かにするけど、まあ、可愛いっちゃ可愛いけど、彼女がこれ着てきたら嬉しいかもしれん。うわー、でもこれちょっと、だってもう、あ、ちょっとペットボトル取るって言って丸見えですけど。なんなら笠井さん本人もなしとかどうでしょうか。こうして彼は言葉の重みを知ることになった。自分で選んだのも着てみるよ。やっぱ無難にいいよね。でもお姉さん可愛いね。すかさず腹筋をアピールすることもできます。次、本気で考えたんですけどこれはどうでしょうか。本気で考えたんですけど本当だな。入らないでしょこれ。入らないよ。で可愛い水着が欲しいなと思ったんですよ。最後まで見てくれたあなた、笠井美久の胸筋から腹筋まで全てお見せします。人魚になってくださいっていうリクエストもすごく来たんですよ。プールなんですけど車で行かないといけないところに行くんですね。で笠井美久もちろん運転はできないので父親に連れてってもらうんですよ。笠井美久だけプールに入るのもおかしな話じゃないですか。だから父親の海パンも買ったんですよ。で届いたのが